7月16日、最新パリーグ順位表。浅村ポランコ劇場。ほぼポランコ VS 浅村だったロッテ楽天戦。高野採点呪われすぎじゃないか。今乗り元の時点で期待したワイラが悪いんやけど、ポラちゃんがお立ち台に立たなかったのが悲しい。最後ポランコが打ってたら伝説になってたな。ワイセーブファン、今年40歳の主砲がいつまでやれるか不安で震える。なお、次の担い手は育っとらん模様。ちょっと前まで借金返済あと3ぐらいだったはずなのに、気づいたら最下位になってて草。西武とハムの戦い熱いな。もう本塁打 VS5 安打2本塁打。絶対敬遠して吐いてないだけ貴重上決戦。血直りやけど今日でポランコのファンになったわ。何やあいつすごすぎやろ。あと筋肉ん好きなんか。俺は、昔の俺に戻りたかったんだ。オリックスさんが負け越してる球団、日ハムだけ。おかしいよこんなの。80億かけても優勝できないんだから補強するのは選手じゃないことにいつ気づくかやな。オリロッテが上昇球団になってるなんて5年ほど前からしたら信じられんな。優勝争いに関係ないハム戦でいろいろテストして見極める名将サメ監督。タカと楽天で3位争いしたら盛り上がるのに。無理だなこのゲームさ。レース明けのタカはオリロッテと連戦だっけ？そこが勝負どころか。森はよ帰ってきてくれー。森帰ってきたら最強やろ。呪文のように中日よりはマシって言い続けてきたハムが中日より勝率低いのくさ。去年から変わってないやんけ。しかし楽天強いわ。最強浅村帰ってきたら向かうとこ的なしやな。わしとタカが10日で7ゲーム詰まったな。わい楽天ファン、イライラが収まらない。昨日の負けが未だにイライラする。今日のポランコを神宮に連れて行ったらどうなってたんやろ。ポランコは去年神宮でクソ打ちまくってたぞ。